3月です。もう3月も半ば近いですね。そうですね。もう花粉症でちょっと。ああ、私も花粉症まだ平気です。本当？はい。だって今年は例年の3倍から5倍です。まだまだ。なんかね、もう外出て5分、中入って5分、あーもうぐちぐちでこの辺ぼーっとして、皆さんは大丈夫ですか、花粉症は。元気にしてますか。元気にしますか。またそれを連れてください。さあ、今日も、はい、知った顔と見知らぬ顔が来ております。はい、では自己紹介お願いいたします。はい、はい、はい、山口です。どうもー。今日も毎週毎週毎週こういうの大事よ、はい、被らないと。はい、そして、はい、クルーヤミヨコです。よろしくお願いします。はい、クルーヤミヨコです。クルーヤミヨコはね、今日ね、ワークショップで残ってくれたんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、クルーフルは3人姉妹。はい、今回は出ます。はい、はい、どんなやつでしょう。今回はダンサーです。うわー、ほう、いいな。ダンサーか。ジプシーダンサーということで。はい、ジプシーダンサーキャリじゃないですか。お父様が亡くなったのはちょうど1年前、聖イリーナの日。アントン・チェーホフ作。だんだん強くなっていくのはたった一つの夢だけ。モスクワへ、一日も早く。郷愁のロシア民謡で綴るチェーホフ最高傑作の感動。演出ノブシショウ。やりますよ、今日だろ。当然。あー、これさ、俺の、まあ、よく言っていいんですけど、僕のブログ見てる人分かると思うんですけど、ササンカンフォートってここ の BGM やってくれてる人たちがやってるバーなんだけど、そこでね、順平の方が大人気ですか。あらら、コーナーっていうか、最後の100連発かた。いやだ、あそこは、あそこがね、あれいいよね、あれは楽しみ。俺の小出しの引き出しを。そうそうそう。ただ、順平的にはあれはおまけ的なんです。そう、あれはサブですからね。やっぱ名言を残したいというコーナーですので、あそこはそんなにカットされてもいいかな。でも名言の時は声ちっちゃいのに、100連発の時はよしみたいな。じゃあそんな順平をまた見ていただきましょう。聞いてください。はい、では山口順平マイマイのコーナーどうぞ。こんにちは、25歳の赤ん坊山口順平です。このコーナーでは
さまざまな演劇、映画などから名言を紹介していくコーナーです、日々上質な男になるために自分を磨いていきたいという方には見ていただきたいと思っております。それでは早速今日の名言、人間は学校で何でも習う、でもお尻の拭き方と子供の作り方だけは意外なことに教わらない。この2つ、人生で最も大切なことなの。いいかい坊や、綺麗にお尻が拭けるようになったら一人前よ。これはですね、99歳まで生きた赤ん坊という辻仁成さんの作品で、最近出た本なんですけど、まあこの子供の頃に一番初めに習うそのお尻の拭き方、親に習ったお尻の拭き方ですね、このあと25歳30歳になってなんかヘマを犯して、で自分でねお尻を拭くということの意味をやっとここで理解するとか、まあ、99歳までずっと1年ごとに書いてある詩のような作品なんですけど、すごく面白いのでぜひ皆さんも読んでください。この辻人生、あ、辻仁成さんっていう方は、辻人生さんという方で音楽活動もやってるんですけど、実は高校が同じ出身なんです。僕と函館西高等学校を卒業して、あ、中退かな、僕は卒業してます。はい、ということで最後に山口純平百発芸より、卓球ではまた来週、さようなら。おお、なるほど。また。今回また。あれ、あの人、何、今日辻、ひとなり、ひとなりさんはどんな人？どんな人？まあ元々作家、ピアニシモという作品で何とか賞を受賞して、スバル何とか。わあればいい。っていう賞を受賞して、それからいろいろ映画も作ってますし、監督もやってますし、あのエコーズでズーという曲とか、そういうドラマの曲だったりとかもやってますしね、たくさん多彩でね、いろいろやってる。本当、あの冷静と情熱の間に、の違う、男性バージョンの方を書いてる。あ、作家さんなの？そうです、作家、あ、を書いてる。脚本書いてる。で、やっぱり話はあっちに行くんですが、100円パスの声で今日の卓球はあれ結構ミソで、普通の人、まあ普通の人っていうのも失礼ですけどみたいになっちゃうんですけど、あ、結構硬い音ですよ。あ、なるほどね。あの、ツアーが入った音じゃないの。そうですよ。あ、確かに。あ、転がったんですか。あ、落ちてる。じゃあまたちょっと今日、今回のはサザンカンフォートの皆さん楽しみにしてください。サザンカさん、サザンカさん、サザンカンフォート、サザンカンフォートおじにありますんで、おじにはぜひ私と一緒訪れたいと思います。一緒に行きますんでよろしくお願いします。あの、チラシも置いてもらって、あー、ありがとうございます。さあ、ここでスペシャルゲスト今日、お、呼びます。はい、この方です